佐藤和夫動画チャンネルです。今夜7時過ぎからこの会場で花火が打ち上げられますが、かなりのブルーシートが置いてありますね。もうね、ちょっと天気予報だと傘マークがついているようでありますが、まあ、お天気の中で2年ぶりの花火大会が開催できればなと思っております。本当にブルーシートいっぱいですね。